あやささんこんにちは。そう、2倍速で見たんですよ。もう最後に2倍速で見たって言われてね、もうびっくりしましたね。まあいつも私2倍速で、まあ、アプリによってはね3倍速にできるそうなんで、3倍速5倍速で見てしまおうかなと思うんですけども、2倍速がねちょうどいいですね。はい、それで今回ね、生活保護制度をもっと一から考えてこうやっていきましょうってことでね、今までの生活保護制度のもうなんていう概念でやるとやっぱ窮屈なんですよ。やっぱ時代とともに変えていかないといけないし、場合によっては生活保護制度がねこれから新しく作るとするじゃないですか。10年後には引き締めないといけないかもしれない。それはだから柔軟に上下でやっていこうと思うんですよね。で、生活保護制度が本当利用者が多くなっちゃって、需要と供給のバランスがおかしくなるぐらいになったら、まあこれあんまりありえないんですけどもね、それはそれでありえないと思うんですけども、そうなったら消費税の出番だと思うんですよ。やっぱり税金によって生活保護制度の人も、もう完全に生活保護じゃダメだから、ちょびっとだけね、週に1回ぐらいは何かしないとちょっといけないかなみたいなね、スタビライザーかけてもいいかなと思うんですよ。まあというのも、まあいろいろとね、これから新しい時代の生活保護っていうのに、まあ想像するだけなんでね、まあ理想論かもしれないし、まあ無意味だと言われるかもしれないんですけども、まあ、どっちにしてもね、今までの生活保護制度じゃこれはね健康で文化的な暮らしは送れないと思うんで、例えばね、あれでしょ、扶養照会っていうのも別になしでいいんじゃないかなと思うんです、こんなのは。まあ権利なんで、個人的な扶養照会しても、じゃあ周りの身内が本当にね、まあなんというかな、やっぱりこれ山本太郎さんも言ってたんだけども、家族っていうのは基本的にはいつでも助け合ったりとか仲良くしたりしてるものっていうのが理想ではあるんだけども、そうじゃない家庭とかがあって、修復不能な家庭があるわけなんですよね。でそれによって扶養照会がしにくいっていうこともあるんで、そういうことをもう新しい時代の概念として、まあ認識しないといけないかなと。家族の中でどうしても浮いちゃってうまくいかなくって、やっぱ人と人なんでね、やっぱ親子ではあるんだけども、身内ではあるんだけども、どうしてもこの家族の組み合わせは生物学上は親子なんだけども、身内なんだけども、でも精神的にはちょっと他人として生きた方がお互い自由だよねっていう人に対しては、それなりの配慮をしてもいいぐらいの社会の余裕がね今はあるんではないかなと。もしくはなくても作ってもいいんじゃないかなというふうに思います。もちろんどんなことをやってもね不都合は起きるんですよ。だから新しいことをやろうとしたら、これはこういうふうな不都合を受けるからダメって言っても、今のままでも別の不都合があるんで、結局はトレードオフなのかなと思うんですよね。だから扶養照会もまあなしでいいんじゃないかなと思いますしね。で、私のこのね理想論のスタートラインにある概念としては、不正はある程度許容しようっていうのが入ってるんですよ。だから生活保護の中には不正受給っていうのが必ずついてもあります。まあ、それもありで、それも込みで抱えていこうよって話なんですよ。要するに不正を してやろうっていうのも、まあ、ある意味ねちょっとこう病気って捉えてもいいと思うんですよね。病気ズルをしようっていう人は人には必ずあるんですよね。病気と言ったら言い過ぎなんだけども、そういうふうなズルさも許容して抱えていこうかなってところですよね。で、むしろ私たちは生活保護の不正について、まあ、ことを鳴らすよりもね、もっと巨悪の不正っていうのはあるわけですよ。こっちの方を追求しないといけないのに、なぜか、まあ、生活保護っていうね、本当に困った方 の不正がないかどうかっていうことを厳しくしちゃって、じゃあもっと大物のね桜を見るかの不正はどうなんだってことに関しましては、ものすごくね触らぬ神にたたりなしだったりね、それこそね隠蔽したりとかね、そのために人が死んだりとかって、こっちの方がね問題にすべきだと思うんですよ。だから生活保護にまつわる不正ってのはほんの一部だというふうに捉えて、それがあまりにもひどくなってきたら、それはそれで考えればいいと思うんですよね。さあ、いろいろと申し上げましたけども、全体はこのぐらいにしてね、まあ医療券のことですけども、医療券もなんかアプリの中に入れてしまったりとかすればいいのかなと思うんですよ。だから生活保護の方もスマホが毎月毎月1万3000円ぐらいスマホ代に使って当然っていうスタートラインにすると、まあもうスマホは義務化ですよね。スマホを必ず持ちなさい、生活保護の方は、ぐらいでもいいと思いますよ。もう生活保護の方、生活保護の家族の方は全員スマホを持つこと、それも格安スマホじゃなくって、もう大手のやつでいいからみたいな感じでね。総務省の平均によると毎月1人当たり1万3000円ぐらいスマホ代使ってるそうなんで、それは健康で文化的な生活は1万3000円をスマホで使うっていうふうに解釈して、もう全員持たすとかね。で、医療券ね、だから
お医者さんにかかるときに無制限にゼロではなくて、これは1割負担とかにしたらどうかなと思うんですよ。やっぱり多少お金がかかるんで健康に気を使おうかなとかね、それからまあ十分生活保護費が出てるという建前でね、30万とか40万とか出てる建前で、まあ医療費が無料じゃなくてもいいでしょとかね、多少1割ぐらい負担していきましょう。そうすることによって、あの病院とかお医者さんにどうしても必要だったら行けばいいけども、みだりに行かなくても済むように、普段から健康に気を使うコストとして、その生活保護費の値上げが入ってるから、そちらの方で病気にならないように、怪我をしないようにってことは一定数ね、ちょっと考えてもらって、医療費に関しましてはちょびっとだけ負担するとかね、1割じゃなくても 5% とか、その辺もまたね、パーセンテージ考えればいいと思うんですよ。私が聞いたところによると、医療費がゼロのもんだから、お医者さんとかに行って結託して薬をバンバン出して、その薬を、患者さん持って帰って、それをね、なんか売りさばいてるみたいなことがあるんで、それが多少でも負担だったら、ヘッジされるのかなと思うわけなんですよ。で、アルバイトに関しては、あのこれね、社会体験ですよ。アルバイトは収入源というよりも、アルバイトをすることによって仕事の体験をして、いろんな人間関係を覚えたりとか、アルバイトしすぎると学業に支障が出るっていうね、ことを覚えたりとか、面接っていう体験をしたり、なんかいろいろとね、これはね、バイト料がどうこうっていう話じゃなくって、社会体験だと思うんで、働いてる人の大変さを思い知るとかね、喜びを知るとかね。だからアルバイトも健康で文化的な生活を送る一部だと私は思うんで、これは別にそっからね、アルバイトしたから返せみたいな話にはなんなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。じゃないですかね、やっぱりバイトって。高校生でバイトしても、そんな月にね、3万とか4万ぐらいだと思うんですよ、土日だけバイトしても。で、その代わりバイトをすれば部活がしにくくなるとか、結局バイトしたから全部ハッピーでもないし、じゃあそのバイト料でね、大富豪になれるわけでもないですし、やっぱそのクリエイティビティっていうのは私はね、すごくなくされてるんじゃないかなと思うんですよ。子供たちが生活保護っていうことに引き目を感じて言いにくいっていうのもね、あんまり良くないし、それこそ生活保護を受けてる人が10人に1人ぐらいになってくると、あれ生活保護君いいとか、あ俺も生活保護、あじゃあ生活保護仲間だねみたいな、こんなねトレンドになってもいいと思うんですよ。あとは生活保護が行き過ぎたらね、生活保護を取ってそれをね、なんか自慢げに語るような人とかが今 YouTuber でいると思うんですけども、見たことないけども、そういう人とか生活保護金を無駄遣いしてやったぜみたいな、あくまでもその神経を逆なでするようなことは、ちょっとそれはなんかね、是正していかないといけないかなと思うんですけども、基本的には生活保護を新しく考えていく中で、もうすでに今の時代はこれはもう当たり前のことだよねっていうのはもっともっと入れていかないとなとかね。だからバイトなんてのも思春期になったらやるんで、それはやりたくない人はやらせなくてもいいけどね、社会体験としてバイトは別に生活保護を受けてよく受ける前がさっぴかないですよっていうふうにしてもね、いいんじゃないですかね。世帯分離もだから廃止ですよね、こんなの。世帯分離とかなんとかそういう細かいことはもうこれからの時代言わずにね、本当にこう生活保護の人といえども、自分の人権と自由と理想を少しでも叶えられるように、こう生活保護もちょっと幅広く構えていくっていうかね、そしてそれを社会も良かったねって思えるようにしていかないといけない。要するに妬みっていうのが結局は今ね、一つのブレーキになってると思うんですよ。お仕事をされてる方が生活保護で、何もせずにお金を得てるってあえて言わせてもらいますけど、その人よりも収入も少ないってことになると不平不満が出るから、じゃあその分に関しましては一生懸命働いてて生活保護費に至らない場合は、そこの給料水準をちょっと是正しましょうって感じで、労働稼働基準監督署がね、指導に入るとかでもいいと思うんですよ。なんかね、その生活保護費の方が労働者よりも低い所得が当たり前なんだからっていうところとか、それに対して自分たちは納税して社会を支えてるのに、この人たちはなんだっていうふうにならなくてもね、消費者としてもやっぱり社会を支える制度はあると思って、ちょっとね、なんか深夜なんでね、あまりこの考え方まとまんなくてすいませんけども、ビジネスをしている人から見ると、お客さんになる人の中で生活保護世帯がスポッて抜けるのも需要と供給のバランスを壊してると思うんですよね。それこそ生活保護、ちょっと難しいですね、この辺は表現が。本当にね、生活保護で、ね、あまりにもね、
そうですね、ちょっとこの辺にしておきましょうか。言葉が見つかんないんでね。ただもう概念はあるんですよ、どういうふうにしたらいいか。私の言いたいのは、生活保護を受けてる方が健康で文化的な当たり前の暮らしを送るための権利を使ってるってことをやっぱり社会も容認しないといけないし、それに対してね、妬む気持ちの方がちょっとおかしいなと思うんですよ。そんな人がいくらね、もらっていようが、人がいくらどんな暮らしをしてようが、自分のその意欲とか頑張りにはあまり関係ないんですよ。で、私は商売をしている時に一生懸命働いていながら毎月毎月50万とか100万の赤字ができるって状態だったりね、給料日には社員に給料を借金してでも払わなくちゃいけないって状態の時に、別にね、自分だけは恵まれないなんて思わなかったですし、それこそね、生活保護で30万もらってる人がいる、一生懸命ブラック労働して15万の人がいる、でもっともっと一生懸命働いてる会社の社長がマイナス100万みたいなことがあって、まあ様々だと思うんですよ。で、自分はこんなことしてるのに、あの人はそれに比べたら楽だよねみたいな考えも早く排除しないといけない。こういうくだらないの、そういう妬みとかね、なんで自分だけだとか、それはもう自分は恵まれないけどあなただけはいい暮らしでよかったねっていうふうに言えるぐらいじゃないとなと思うんですよね。まあとにかくね、今日はいろいろと私も深夜の愚痴雑談ということになっちゃいましたけども、あやさちゃんのね、こう言われてることっていうのは私のこう気づかないことばかりなんでためになるなと思いました。まあ本当にこれザレ言言ってるだけなんで、私もね、私に権限があったら、厚生労働省の大臣だったら、生活保護の制度はもう本当に皆さんから聞き取ってね、一気に変えていきますよ。で、それに不満がある方はその不満に対してはまた別の省庁とかが調整すればいいかなと思ってて、生活保護の方があまりにもちょっとね、苦しい暮らしとか切り詰めていて、ちょっとね、寂しい暮らしをしている、精神的にもね、経済的にも、それを見てブラックロードしてる人が、まあ政府よりマシだよねみたいなことはもうやめていきたいなと思うんですよ。それこそね、なんか一生懸命働いてるけど、これ生活保護の方が絶対いいじゃん、もう生活保護に行こうでいいと思うんですよ。そうするとブラックロードする人は減るんで、ブラック会社なくなるんで。今の問題っていうのは、パワハラとかね、なんとか払って問題はもう15万とかね、その安い給料を取りに行くために好きでもない仕事を無理やりしないといけないっていう状態ですね。ここはちょっとメスを入れた方がいいと思うんですよ。もう自分がしたくてしたくてしょうがないお仕事をね、まあ、そういうふうな理想はなかなかいかないと思うんですけども、私たちのスタートラインはまずは理想論をぶち当てて、そこに現実をどのようにね、すり寄せていくかっていう工夫なのかなと思うんですよ。現実はこうだからこの間で考えようみたいになっちゃうと緊縮財政になっちゃうんで、まあ、私たちはやっぱりね、ずっと勘違いしてたことがあります。それは国債っていうのは将来世代の付けではなくて、将来世代の付けは何かっていうと、今生きている人が将来に意思とか喜びや意味を残せないことだと思うんですよ。辛かった、もう死んでしまいたい、こういう人が続出すると、それこそ将来世代のツケで、そんな人が増える日本という国に誰がね、信用を抱くのか、国家の信用をどうやって得れるのかってことなんですよ。本当このままだと日本に生きることがつまんないっていう日本人ばっかりだとね、じゃあそんな国の通貨は信用できないよねってなっちゃうんですよね。でも日本という国の人は生き生きと働いていて、お互い助け合って、理想郷を作ってるなと。こんな国は未来永劫をなくならないに違いないと思ったら、通貨の信任なんていくらでも得れますからね、だからそういうふうにいろんなところで考え方を変えないといけないのかなと思いましたね。まあ、その一つが生活保護であるに過ぎなくって、生活保護っていうのはもうほぼね、ベーシックインカムなんですよね。もうこれからはベーシックインカムとイコールにしなくてはならないし、希望する人がいたらその人の生活背景や家族関係とか所得に関係なく受け入れればいいと思うんですよ。ただ一定の所得以上いったら生活保護の手続きがめんどくさいから受けないって人が出てくる。そのバランスは後で調整していけばいいのかなと。まあ何にしてもね、考え始めたばかりなんで、そんなわけねえだろみたいなこといっぱいあると思うんですよ。それもね、当たり前のように私もう前提として当然としてこういう話してます。まあですんでね、どちらにしても今までの生活保護制度はちょっと変えていかなくちゃいけないし、まあ変えるっていうよりも、いっぺんチャラにして今日から生活保護を新しく作るとしたら、どういうふうなものが必要で、どういうふうなものはまあいらないかなっていうことをね、また一から考えていく。これはね、当事者の方とか本当にね、声を力を貸してほしいなと思うんですよ。まあ実現するかどうかは全然わかりませんよ。私はただここで喋ってる YouTuber ですからね。ただこういう声がいっぱい集まってきて、生活保護制度ってこういうふうに変えた方がいいんじゃないですかとかね、こういうふうな再構築また一から作った方がいいんじゃないですかっていうふうな声に高まっていけばいいなと思います。そのためのまずは口火を切ること、
生活保護を受けている方がとにかく自分はお世話になってるから自分から要求を出しちゃいけないとか我慢するのが当たり前だっていうのを当事者の方からなくしていただいたね、大胆な権利ですから、もうそれこそね、国会議員の歳費200万とか文書交通費100万とか考えてみてくださいよ、だからそれを50万減らしてこっちに50万つけるぐらいのことでもいいと思うんだよね。はい、ということで、なんか全然まとまらなくてすいません、今回はキレの悪い動画放送になりました。失礼しました。またなんかお知恵貸してください。たまにこの話したいなと思いますんでね、よろしくお願いします。